どうもこんにちは、太郎です。今回からメインストーリー6章やっていきたいと思います。中編1が更新されたということで楽しみですね。見ていきましょう。よいしょ。謎の施設に連れてかれて、イディア、お前みたいなとこで終わりましたよね。何ここは研究所。ちょっとマップ見よう。なんか下に部屋があり、あるよって言ってた。下に部屋があるね。ここに被験体集められるんだろうか。なんだこれ。こんな世界がツイステッドアンダーランドにもあったとは。前回からだいぶ変わった？なんか前回ほんと、はてなはてなはてな。これでさ、どこだよここみたいな感じだったのに。これ。行きましょう。めっちゃ楽しみ。廊下。ああ、皆さん、暗くて陰気臭い嘆きの島、スティークス本部へようこそ。おい、今回ボイスありますね。これは。いや、めっちゃ楽しみ。あんたは。やっぱ違うね、ボイスがあると。そう、この姿で出てくるんだよ、イデアは。どうも、スティークス所長代理、イデア・シュラウドです。衝撃。は？はだよね。あれ？なんか、ノリ悪い。とか、嘘とかない。いや、俺はなった。俺はなったぞ。ただまあ本人たちは連れてかれてるし、なんかそれどころじゃないかもしれないね。お前がやったんかみたいなさ。驚きすぎて逆に落ち着いてきました。確かにシュラウド家とスティークスに何らかのつながりがあるかもしれないとは話してた。で、あんたが所長代理、何らかのつながりどころじゃないじゃない。なんか裏の世界を知ってしまったみたいな感じかな、これ。おい、かいわれ大根。まずこの状況について説明しろ。ちょっとどっちが上かみたいなさ、急になんか、こいつら上になった。なんか今まで連れてかれてさ、ちょっと、あーみたいな感じだったけど、どっちが悪者かわかんねえよ、これ。この俺をエコノミークラスどころか、乗り心地最悪の輸送機に何時間も閉じ込めたんだ。膝枕しちゃってな、しかも。くだらねえ理由だったら、そういればにしてやるから。ぐるるる。やべえ。今後の学園生活が心配だわ、これ。歯をむき出す獣人族の威嚇怖。それについては、順を追って説明するから、まずは落ち着こう。なんか、悪くないというか、ちゃんとした理由がありそうだね。ちょっと聞きましょうか。いきなり学園を襲撃し、武力行使で強制連行しておきます。まずは落ち着こう。そう言われて落ち着けるわけないだろう。首をはねられたいのか。やばい。被験体 A、 魔法構築の開始を確認。スタンシステムで意識を。待って、ちょ、タイムなんだ。ナイトレイブンカレッジからお越しの皆さん、何か忘れてるんじゃないかな。おい、ちょっと強気じゃん、イデア。え？なんだ？君らが今いる場所はどこ？そんで僕は誰だっけ？僕がボスだ。こんな感じになってきたじゃん、急に。僕がボスだ。僕に言いたいことをしないなら、僕も君らに言いたいことをしない。オッケー。兄さんの推奨行動により、みんなが負傷する確率が 56% 低下するよ。で、なんか怖えわ、オルト君がこういう状況でさ、こうはっきりとこうやって言うと、なんか怖え。いいでしょう。今は他に選択肢もないし、おとなしく従ってあげる。なんか順を追って説明するって言ったし、なんか理由があるんだよきっと。それで無理やり招待したからにはお茶の用意くらいはしてあるのよね。大
態度と発言からおとなしく従う意志がみじんも感じられない。まあいいけど。じゃあみんな僕についてきて。ホルト、カンファレスルームに到着するまでお茶の手配よろ。お茶の手配するんや。かわいいな、なんか。了解。いいね。あ、学園はどうなっちゃったんだろう。それは、もしかして、イグニハイドの幼女、イデア・シュラウド君が、嘆きの島の番人、ということか。ああ。と言っても、番人は個人を指しているわけではない。かの一族に属する者の総称だ。シェラウド家っていうことでしょうかね。確か現当主はアイドネ・シュラウドだったか。いや、彼女はすでに没した。現当主はアイドネの息子であるイデアの父が務めているはずじゃ。アイドネさんはイデアのおばあちゃんだったのかな。彼女っていうからやっぱ女性なんだろうし。そうか。人間は本当に代替わりが早い。嘆きの島の番人が組織化されスティークスと名乗るようになったのも最近の話だからの。おお、そうなんだ。奴らがスティークスとなってからはまだ100年ほどしか経っとらんのではなかったか。やっぱ時間の感覚がすげえな、高校の寮生たちは。ちょっと待ってください。混乱してきたっす。なんか急にさ、全然違う世界のなんか壮大な話になったからついていけないよね。レオナさんからイデアさんの実家は大財閥の分家だってことだけ聞いてたんすけど、それは表向きの顔で、裏では嘆きの島の番人としてレオナさんたちをさらったスティークスのボスやってるってこと。説明サンキューラギー。俺もよく分かったわ今ので。大変なことぞそれは。続く。ストーリークリア。2セットワンダーランド面白いな。学園長室だ。裏側ヒストリー行きましょう。裏の歴史、何か知ることができるかな。リディアがいっぱい喋ってくれるかな。なあ、嘆きの島の番人は今でこそ都市伝説のような扱いをされておるが、かつて魔法師が魔法使いや魔女と呼ばれていた頃、奴らの存在を恐れぬ者はいなかった。魔法使いが我を忘れて力に溺れる時、嘆きの島より罰が下るとな。我が王家に伝わる古文書によれば、かの組織の歴史は非常に古く、起源は神々の時代まで遡る。すごいじゃん、シェラード家それ。まだ魔法とブロッドの因果関係が解明されていなかった時代、人々にとってオーバーブロッドとは突然降りかかる厄災そのものだったという。これさ、ツイステの世界そのものの歴史の話になるから結構重要な回かもしれない。オーバーブロッドのこともちょっと触れられてますね。その厄災を嘆きの島に封じ、人々に平和をもたらしたのがジュピター家の祖であり、厄災が再び世に解き放たれぬよう万人となったのがシュラウド家の祖であると記されていた。再び世に解き放たれぬよう万人となった。あ、じゃあオーバーブロッド自体を何だろう、防ごうとするのがシェラウド家っていうことなのかな。それも歴史じゃなくて神話じゃない。スケール大きくてキエ君ちょっとついていけなくなってきた。いや、わかる。わかるよ、めっちゃわかるぞお前。そんな話になると思わんかったわ。だが探求心旺盛な人の子らは魔法の研究をやめなかった。うん。そして時は流れ、いつしか魔法は安全な技術となり、ああ、ちゃんと制御ができるようになってきたってことか。魔法使いや魔女は魔法師となった。なるほど。今では魔法師免許は国際資格、
人々の暮らしに貢献する国際的にも認められた存在じゃ。いろいろとコントロールができるようになったからこそこうやって世の中にも認められるようになってきたけど、昔はそういう制御が効かなかったから、なんかうまく世の中とさマッチしなかったっていうか、なんだろう、虐げられたりしてたのかな、もしかして。魔法を悪用し人々を苦しめる魔法師を取り締まる法や政府組織も次第に整備されていき、なんか歴史がちょっとずつ魔法に、なんだろう、追いついてきたっていうか合うようになってきたのかね。いつしか嘆きの島の番人どもは歴史の表舞台から姿を消した。だが彼らは嘆きの島で薬剤ブロッドの研究をし続けていた。非政府組織ステュークスとして、裏の組織になってきてからステュークスになったりしたのかもしれないね、名前を変えて。イデア・シュラウド、彼がシュラウド家の子息であることは我々も把握していたが、シュラウド家とステュークスの密接なつながりについては初耳だ。つうかよ、トレイン先生、久しぶりに声聞いたな。なんかこうやってストーリー上でめっちゃいい声だなお前。私はあらゆる魔法師の文献に目を通した自負がある。しかしそんな記述を見た記憶はない。じゃあ本当にさ、表には出ないような話なんだろうね。それは人間側に残っている文献だけの話じゃろ。妖精族と人間はかなりの年月交流を絶っておったからの。なるほど。じゃあリディアの妖精族の方の文献ではまた違うことがいろいろと記されてるってことか。これトレイン先生読みたいんじゃない。国や種族が違えば伝わる内容も違う。そして書物に残らぬ真実も多くある。何者かの思惑によってねじれ歪められることも少なくない。それが歴史というものよ。そうだよな。胸がざわざわする話、こっちにしようか。もうみんなも知らなかったようなことがいっぱいあるんだろうね。学園長はイデア・シュラウドがステュークスと関わりがあることをご存知だったのだろうか。これはちょっと気になるところ。もしご存知であったならシュラウド家を通しこのような事態を回避できるよう働きかけることはできなかったのだろうか。どうだろう。だが知っていたとしても万人どもを止めることはできなかっただろう。なんか理由があるのかな。ステュークスはオーバーブロッド経験者であるリドルたちを捕らえて何をするつもりなんだ。リリアさんのお話を聞く限り丁重におもてなしされているとは思えませんが。そうだね。良くて精密検査、悪くて彼らの実験対象、最悪の場合すでに生きては、もうタリムがさみたいな感じになってる。解剖とかもされちゃうのかなみたいなさ。おい、冗談でもそんなこと言うのやめろよジェイド。もうめっちゃ心配になっちゃうよね。フーク何を思う。っていうかさ、海牛先輩たちの話聞いてて思ったんだけど、これさ、めっちゃ確信つくこと言うじゃない。あいつら学園をあちこち派手にぶっ壊して目撃者もすげえいるじゃん。動画撮ってたやつとかもいるっしょ。全然組織を秘匿する気なくね。確かに。それともそんくらい後から帳消しにできる手段があるってこと。めちゃくちゃやってたからな。なんか嫌な感じっすね。レオナさんたちの心配より自分たちの命の心配した方が良さそうっす。ブッチのものの言い方は訂正したいところだが、ある意味正しくもある。確かに。あっちがなんか非政府組織で裏の社会ってか裏の政府なんだろう、裏の世界の話とかそういう組織だったら、この学園の目撃者たちも
危ないってことだよね。嘆きの島の所在地が分からぬ以上、我々は彼らを追う手立てがない。君たちはそれぞれ寮に戻り、妖精の天候被害状況を確認し報告するように。はい。学園側も大変。ルーク、続く。いやー、やばい、面白くなってきたね。ストーリークリア。でもどっちも大変で、もうどうなっちゃうんだろうって感じですね。すごい気になるところですが、今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。もうメインストーリーやっぱ最高ですねまた早く続きをやっていきたいです。では今日はこの辺で、バイバイ。